どうも、刺身です。今日はね、ストライクの捕獲するところから始まったポケモン GO ですけれども、あれね、今日ちょっと出かけてたので、出先で、ポケモン GO をね、ちょっと開いたら、ストライクのね、影があって、あ、ストライクの影だと思ってね、まあ、ちょっとくるくる、探索したら、見事ストライク出てきたので、思わずね、確保に走ったわけですけれども、さすがにね、ズリの実とハイパーボールを使ってね、やりましたけど、あれこれ何、ポケモン捕まえるときに CP がハテナハテナハテナってなってたんですよね。もうなんだこれと思って捕まえたら、ね、結果、CP873 っていうね、すげえ CP の高い子が捕まえれて、いやちょっとテンション上がりましたけど、ね、サイズも XL で、これ今1回だけ強化して今 CP902 になってますけど、捕まえた時でね、すでに CP873 というね、素晴らしい個体でございましたが、重さもね XL で大きな子でね、技は連続切り3はちょっと弱いのかな、辻切り30、これ技がちょっと微妙なのかな、どうなんだろう、なんか微妙な気がするけどね、どうなんだろうね。ストライクの雨欲しいな、これもうちょっと強化して CP1000 超えさせたいんですけど、ね、私のトレーナーレベルもね上げていかないと、この子のね上限値がどんどん解放されないので頑張っていきたいところではございますが、ね、他にはね CP 順に並べると今やっぱカイロスが結構やっぱ強い子がね、強化もどんどんいっぱい出てくるから強化もねどんどんできるので、やっぱカイロスが強くなってくるんですよね。あとカメイロね、さっきねちょっとねゼニガメから進化させて CP426 のねカメールが来ましたけど、これカメールは次進化させるとこれカメックスになるのかな。これでも進化させると結構なんか XS にサイズがなっちゃうことが多いんですけど、これどうなんだろう、なんか進化させるとちっちゃくなるのかな、なんか非常に残念な感じになるんですよね。で技がねハイドロポンプ90っていうね、結構これ強いんじゃない、水が苦手なね、ポケモンに対しては効果ね抜群だったら結構強いんじゃないかなっていうような気はしますけど、ね、こういうのがねどんどん、最近増えてきたので、そろそろ私もねジムバトルにも調整したいなと思っております。というわけでね、ちょっとこの辺のジムに、ね、行ってみて少し挑戦をねして、あれジムに、ジムを取って自分のポケモン配置して防衛するとポケコインがもらえるんですよね。でポケコインもらえると、あの道具の上限値とかポケモンの上限値とか、まああとね、お香とかもいろいろ変えたりするので、孵化装置とかね変えるので、ぜひともやりたいんですけど、まだまだ全然ね強いポケモンがいなかったから、あのボコられて終わりっていうね感じになっております。まあでも、ようやくね CP が1000超えそうな子たちが出てきたので、そろそろジムバトルでもねちょっと活躍して、動画にもできたらいいなと思っております。それでね、まあゆるくポケモン GO 頑張っておりますが、ね、こういう子たちがちょっと捕まえ出すとなかなかやっぱ嬉しいですね。というわけでね、今回この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆様さようなら。